はい、始まりました。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さん、はい、今月も横浜ゼミ、始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回いきなりなんか大所帯で並んでます。いつもあの僕一人で寂しい感じで話をしたりしてるんですけれども、なんか大所帯で賑やかにお送りしております。はい、横浜ゼミということでですね、はい、横浜発売になっております。こちらです。はい、ありがとうございます。9月号発売でございます。ありがとうございます。じゃあ、8月20日に発売になりまして、表紙は生き物係、半額スパーのスーパー銭湯という企画でやっております。あのですのでぜひ、書店コンビニで見かけたらですね、手に取っていただければと思うんですけれども、はい、そんな横浜岡の魅力をお伝えしながら今日もお送りしていければと思いますと言いながら、皆さん誰なんですか一体。いきなり4人普通に座ってますけれども、はい、誰なのか説明しないままに番組始まってますけれども、そうですよね、はい、知らない方もね結構いっぱい見てると思いますんで、はい、ちょっとせっかくなんで自己紹介というか、皆さんはまず何なんですか。はい、はい、私たち山手一番館です。よろしくお願いします。山手一番館、はい、ありがとうございます。横浜発お嬢様系アイドル、はい、4人組ということで、はいはい、これはまあもう横浜切ってのお嬢様4人が今日来ていただいたということですね。はい、ありがとうございます。お嬢様の4人今日本当に横浜から来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ね、4人なので、まあ、ちょっと洋服もちょっとお嬢様っぽい服で、これイメージされてるんですよね。はい、はいはい、もちろんです。はい、青でちょっと横浜カラーということで、そうです、イメージもされていて、はいはいはい、当然皆さんね、ベイスターズファンだったりするわけですよね。うん、はい、はい、ね、はい、リハーサルにないことをちょっと言ってしまいましたけれども、怖いよ、はい、ということで、はい、皆さんにもお話聞いていきたいと思いますけれども、まあ、せっかくなんで皆さんにねちょっと自己紹介というかお一人ずつ、はい、聞いていきたいと思いますけれども、まあ、自己紹介と、そうですね、横浜で好きなスポット、それを最後にちょっと入れていただいて、はい、自己紹介していただければと思います。はい、それでは順番は僕が勝手に決めます。はい、1番目水瀬千尋さん。あ、はい、はい、確か、はい、そうですよ、あなたですよ。はい、マイペースのほんわか大福リーダーのちーちゃんこと水瀬千尋です。よろしくお願いします。イエーイ、ちーちゃん、ちょっとちーちゃんって声がちょっと小さくなかったですか。ちーちゃん、ちーちゃん、はい、それぐらい言っときましょう。じゃあもう一回、じゃあ僕も言いますんで、はい、言いましょう、せーの、いきますよ、せーの、ちーちゃん。はい、ありがとうございます。ライブみたいになったらよかったね。ライブみたいなね。今日もね、観客の皆さんが1500人ぐらいいます。ありがとう、ありがとうございます。はい、横浜でおすすめ好きなスポット、好きなスポットは、私はいつも言ってるんですけど、はい、赤レンガ倉庫です。赤レンガ倉庫、いいですね、やっぱ定番、うん、定番ですよね、はい、夜とか綺麗ですし、はい、あとはイベントがいつも多いですね、やってるじゃないですか、はい、この前もピカチュウがやってて、ズブ濡れイベントがあったりとかやってましたね。ちょっと予定が合わなくて行けなかったんですけど、はい、でも、ね、横浜とか歩いてるとね、ピカチュウの被り物した人とかがね、いっぱいいましたね、いっぱいいたりとかしてね、すごい楽しい場所だなって思ってます。横浜らしくてなおかつ楽しい場所ということで、はい、はい、ありがとうございます。さすがリーダーらしいいい感じで、うん、スタートしていただきました。はい、はい、頑張れ、はい、頑張れ、もう自分は終わったからいいかみたいな、なんかね、気にしてる。はい、はい、次松田彩香さん。はい、はい、じゃあ上品に辛口あやぽんこと松田彩香です。よろしくお願いします。あやぽーん、あやぽーん、今度は結構大きく言えましたね。やった、嬉しい、ライブみたい。反省を踏まえて大きく言っていただきましたね。はい、はい、で好きなスポットは、私はベイクォーターって言って、毎月開催してるちょっと山手の山手主催のイベントでも動画を撮ってそこを紹介したんですけど、本当に大好きで、船の形してる建物で、はい、外から見ると綺麗で、今日も写真撮ってきちゃいました。おー、そうなんですか。すごい綺麗、夕暮れとすごい合ってて、あと船、シーバスが出る直前のところが、はい、もう絵になるって思って写真撮って加工しながら歩いてきました。なるほど、
結構いいコメントでした ね、 これね、ハードルが地元らしいいいコメントでしたね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして綾柳花目さん。はい、はい、ちょっとフェイントかけてみましたね。飛んだ飛んだ。はい、浜の山緊張してる緊張してる。柳花芽です、よろしくお願いします。花だぴょーだんだん声が揃ってきましたね。いい感じですね。ちょっと棒読みだったらみんなね、ちょっと出ちゃった。間違えたわけじゃないけど、はっていっぱい言っちゃった。はい、大丈夫です。はい、はい、好きな横浜のスポットは大桟橋です。そう、横浜から大桟橋までお散歩で歩いていたりとかよくしていて、あの景色がすごい綺麗だなと思って大好きです。うん、確かに昼も夜もね、景色がすごい綺麗で、はい、すごい素敵なスポットですよね。はい、いい感じで進んできました。さあ、鳥は鳥はどなたでしょうか。はい、はい、渡辺葉月さんお願いします。はい、サイの国から来た浜の伝道師、渡辺葉月です、よろしくお願いします。おーせーの、ハズ。どうして最後に来てそんなこう力の抜けた感じなんですか。皆さんみんなせーのって自分で言っちゃった。せーのって自分で言ったし、なんか自分の番終わったから気抜けませんでしたから、ね、そう、もうすっきりしてたから、はい、うん、ちょっとね、はい、まあ、はい、まあ、もういいですよ、行きましょう。はい、おすすめスポットは、はい、ちょっとみんな知ってると思うんですけど、はい、マヨクラブです。ちょっとみんな苦笑してましたけれども、はい、マヨクラブ、はい、そう、大好きで、マヨクラブに謝った方がいい、まだ、はい、ちょっとあの月に 1,2 回は必ず行ってて、行ってる、はい、はい、で今日も結構楽しみにしてきたんですよ。ほう、あのスパ、はい、スーパー銭湯とか、はい、そのお風呂が大好きなので、はい、はい、イエーイ楽しみです、はい、いいですね、イエーイでこうね、なんとまとめてしまおうというあたりがね。まあ、スパとスーパー銭湯、ちょうど今ね特集もやってたりしますんで、いろいろなところにね入りに行っていただけるという意味ではいいかと思うんですけれども、はい、まあ、4人はデビューしてなんか1年ぐらいですよね。そうですね、はい、はいはい、去年8月にデビューされて、はい、ちょうど1周年ぐらいということ で、 で、はい、1周年ということで、まあ、おめでとうございます。8月18日がデビュー記念日ということで、はい、1周年ということでおめでとうございます、はい、ありがとうございます。どうですか、1年経ていろいろ楽しいこと、辛いこと、涙を流すようなこと、いろいろあったかと思いますけれども、辛いことの方が多かった辛い話していきましょうか。やめときますね、それは、はい、楽しい話しましょう。今日は正確なんで楽しかった話ね、はい、しましょう。はい、ライブの話とか、うん、ファンの方との交流の話とか、はい、いろいろ言ってきましょう。あ、私はもう最近では、はい、パシフィコ横浜さんで、はい、野外のライブを初めてさせてもらって、はい、いつもねライブハウスとかが多いんですけど、うんうん、そう、野外ってこんなに気持ちいいんだって思ったんですよね。それは割と珍しい、一番かとしては珍しい感じの、初めて野外でやりました。あとたくさん人がいて ね本当に上までねいっぱい人がいて、なんかお祭りって感じで屋台とかもあって、すごい楽しかったなって、ね、けど出演した後にさ、なんか多分普通に観客だと思われて、はい、思われた、イベントの主催者さんから写真を撮って、これ持って写真撮っていいですかみたいな感じで言われて、あれみたいなこの服だったのね。いや、私服だったの、私服に着替えてから、ね、なるほどねさっきまで出てたって思ってた、10分前まで出てたのに見てないのか、ちょっとね、ちょっと悲しかった、これはね、そんなこともありながらもね、まあ、それもまたね、はい、楽しい思い出ということ で、 で、ね、今年の夏の思い出ということでね、はい、まあ、でも1年やってそんな奥、ね、外でのライブなんかもできるようになったりとか、うん、はいはい、なんか他ありますか、なんか楽しかったこと、あります、はい、どうぞ。山手の歌って結構コールをしにくいんですよ、はい、いやー待てってコールを初めてもらった時がすっごい嬉しくて、はい、今まで静かな、なんか結構曲調が静かなんで、はい、みんな静かに見てるんですよ。でもこっちもちょっと悲しかったんでね、最初それが、うんうん、でなんかみんな一緒にこうやってくれた時は嬉しくて、はい、もう覚えてます。なるほど、やっぱそういうのは印象的なんです ね、 やっぱりね、印象的ですね、はい、あ、ファンの方たちが見てくれたという感じで、はい、なんかもうすでにコメントは結構来てますけれども、野外超楽しかった、これ一緒に行かれた方なんですかね、そうですね、はい、
ちいちゃん笑顔可愛いなんていうコメントがある。誰だろう。はずはずはず。あ、出た。出た。いつもの。はい。いつものノリ。はい。いっぱいコメントが来てますけれども、うん、はい。まあ、こういうファンの方との、ね、コミュニケーションもだんだん1年だと出てきてる感じで、ファンの方たちはどうですか。そうですね、はい、あの毎月リセットカフェさんでライブさせていただいてるんですけど、館内の、はい、そうです。あのどんどんファンの方が増えてきて、はい、あの来てくださる方が増えてるのがすごい嬉しいなって思います。なるほど、うん、はい、それはあの月一で何かライブをやられているということで、はい、毎月イベントをさせていただいてます、はい、そうなんです、ね、はい、そこでは、歌を歌ったりいろいろ。そうですね、あとはゲームをしたりとか、はい、ゲームしたり。何ゲームですか、はい、いろいろやったね。そう、その時によって違くて、はい、やったね。何したっけ。あとね、プチューンみたいなね、なんか1ずつ出していってみたいな。おお、よくわかんないですけど、なんかなんかね、連想ゲームみたいなのをやったりとか、うん、連想ゲーム、心理テストとかね、心理テストもやったり、 MC が芸人さんなんで、はい、それでそのなんかね、心理学を専攻してた芸人さんだったんで、うん、それを使って心理学をしていくっていうのだったりとか、うん、でいろんなことが当てられちゃってるわけですね。そうですね。なるほど。きっとね、4人それぞれね、キャラクターとかね、あったりするわけですよね、はい、きっとね。やっぱ4人組ねあるわけですけど、あ、うん、でも山手一番かはあれですよね、なんか1期生2期生みたいな、一応なんか分かれているという感じで、ね、はい、はいはい、では1期生の方、はい、はい、あ、1人、お一人、はい、お一人、はい、寂しい、寂しいですね、2期生の方、はい、ここで1対3に分かれるという感じなんですね。そうですね。どうですか、1期生リーダーということは、これはなかなかまとめていくのも大変ですか。そうですね、みんな結構、うん、自由じゃないけど、はい、みんなそれぞれやっぱ意見があったりとかするので、はい、まあ、まとめるのは大変ですね。うん、なんかまとめてないんじゃないみたいなちょっと視線を感じましたけど。従ってるよね。いや、明らかに明らかに今ね、嘘をついてる、ね。はい、ディスり合っちゃいけない、はい、ね、お互いをね、尊重し合っていこう。今日はあの協調性、うん、協調性を ね、今日は ね、 そう、もうね、裏でさっきね、潰し合っちゃいけない、潰し合っちゃいけないっていうことをね、さっき協定を結んできたんで。ね、皆さんね、山手一番からいいところ見てもらわないとね、はい、そうね、はい、中でこうギスギスしたところとか、そういうのはね、全然もう足にしていきましょうね。はい、はい、どうですか、なんか自分のキャラ的なものは、あとは順番に言っていきましょうか、うん、じゃあキャラ的なものは、私はそうですね、はい、みんなフワフワしてる子が多いんで、はい、結構はっきりと物事をね、ツッコミなのかな、ツッコミキャラ、ね、うん、はっきり物事を言うキャラではあると思う。なるほど、あ、確かに、ちょっとこう毒舌キャラ的なって言われますね。最初はあんま思ってなかったんですけど、はい、なんか言われるんでそうなんだろうなって思いながら、もうなんか隣にいるお二人がすごい緊張した顔してましたね。大丈夫ですか、その辺は。大丈夫です。なんか圧かけた。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。なんか、うん、えっていう顔してましたけど、大丈夫ですかね。大丈夫、はい、はい、うん、怖い顔。顔は怖いっていうなんかね、はい、ですけれども、うん、リーダーちいちゃん頑張ってみたいなね、ありがとう、そういうのを来てますけどもね、はい、うん、どうですかキャラ的には。私のキャラですか、はい、どうですか。聞くの。どう、周りから見てどうですか。ちゃっかり、ちゃっかり、あ、ちゃっかり言われるか、ちゃっかりはしてる、本当にちゃっかりしてる、いろんなことによってちゃっかりしてるなって、うん、なんかそれはなんかお釣りをごまかしたりとかそういうことですか。いや、そういうことじゃなくて、はい、うん、はい、なんかこの前も一緒にご飯食べに、うん、ハズと行ったんですけど、はい、その時にハズがなんか所持金が少なくって、うん、はい、でなんか私があんまり大した額じゃなかったので、はい、なんかじゃあおごるよって言ったんです、。そしたらハズがえいいの？普通そう、そんな、ね、いいよって言うじゃないですか。はい、えいいのって言って、いや、まあ乗っかれるものは乗っかる。乗っかる。なるほど。なんか好意で言ってくれたから、なんかもうつい嬉しくてもう顔がにやけちゃったから、あ、もうおごってもらうしかないなって思って。なるほど。そう。それはちゃっかりしてますね。はい。うん、さあラスト、大鳥、私のキャラはどうですか。私ですか。私はなんだろう、うん、でもよくお姉ちゃんっぽいって言われます。お姉ちゃんっぽい、そう、はい、なんかハズはすごい妹っぽいって言われるんですけど、うん、私は結構一番上みたいって言われるかもしれない。なるほど、うん、です。ハズちゃんは猫かぶってるっていうコメントが入ってますね。誰、ね、誰、そんなこと言ってるの。クイキャラ、クイキャラ、あ、クイキャラ、そうそう、クイキャラってのが来てますけど、クイキャラね、食べるの大好きで、はい、なんか結構
みんなお菓子くれるんだよね。ファンの人がお菓子くれたりとかするんですけど、はいはい、大概めちゃめちゃ持って帰るよね。あの、そう。ひたすら食べてる感じなんですね。そう、なんか食べ物くれるとすぐなんか懐いちゃうっていうか、あの、ちょっと、ね、危険な人です ね。そう、優しいなって思っちゃう。なるほど、まあ、まあ、ある意味単純なキャラということですね、なんかね、うん、ちょっと膨れてますけど。なるほど。もまあ、でも、ね、それぞれキャラがあって、ね、4人でいろいろ楽しく活動もしているということですけれども、はいはい、まあ、地元を、ね、でやっぱり活躍しているということなので、はい、ちょっとね、横浜ウォーカーなんかも見ながらちょっとお話を伺ったりとかしたいんですけど、どうですか、やっぱ温泉乗ってますよ、温泉。今回スパ&スーパー銭湯の、ねね、特集ですけど、ね、見たりしたのでね、行きたい、はい、行きたい、温泉好きな人手を挙げてください。あ、3人ね。ここもね、3対1がね、何でも手を挙げないっていうね。はい、まあ、ある意味こうマイペースですね。はい、いいことだと思います。温泉なんかお好きですか、やっぱり。うん、はい、大好きです、うん、もうしょっちゅう行けますね、はい、横浜にもインスパだったりイアスだったり本当にたくさんスパがあるんで、はい、お金を頑張って貯めて疲れを取りに行ってます、はい、なるほど。ちなみにその辺も半額になるところも結構ありますから、はい、もらいたい、この半額で行けますから、はい、見てもらうとね、イアスとかも入ってたりしますけれども、ね、この横浜みたいなところを見てもらうとね、結構横浜市内のスパも半額になってるんですよ。うん、すごい。これを見てもらうと、え、岩盤浴とかありますかね。岩盤浴あるとこもありますよ、もちろん。岩盤浴、ね、はい、うん、岩盤浴で汗流したりとか。そうですね、はい、うん、ね、汗かくのがなんか、そう、ライブで、はい、なんかそう汗かくようになってから、もともと汗かかない性格だったんですけど、はい、性格的な問題なんですよね。だったんですけど、はい、それからちょっと岩盤浴とか挑戦するようになって、はい、自主的に流すようにしてます。自主的に、はい、はい、そうですね、やっぱデトックス大事ですよね、やっぱりね。今回の特集ではイアス半額になってます、はい、インスパ半額になってます。わー、行きたい。いろいろこういう、すごい、インスパも半額ですか。インスパ半額になってますよ、はい、満天の湯行ったことある。満天の湯、はい、本格的だね、はい、うん、すごい、満天も半額になってますよ ね、 ね、はい、ここ いいとこね、旅館みたい。え、どこ、これ、上星川。行きたい。箱根みたい、すごい。500円。え、500円、すごい、ね、58% オフ、え、すごい、ね。これね、いい、ぜひ使っていってもらえると、ね、もうね、十分元が取れちゃう。そうですよね、はい、行きたい。なんかお風呂でこう、なんかこういうスーパー銭湯とか温泉とか行くときに、あの大丈夫ですよ、話振りますから、ね、温泉そんな好きじゃない引き際になったよね。温泉好きじゃないわけじゃないんですよね、はいはい、お風呂は好きなんですもんね。好きです、はい、はい、ただなんか、行くなら一人で行きたいなっていう。一人でポツンとね、はい、マイペースですね、本当にね、はい。なんかこう、じゃあそういう温泉とか行くとしたら、なんかここはなんかこう重視したい、こだわりたいみたいなところとか、例えばなんだろう、露天風呂がいいなとか、岩盤浴は絶対欲しいなとか、あと岩盤浴欲しいな、漫画がいっぱいあるとこがいいなとか、いろいろあると思うんですけど、なんか、あとサウナがやっぱ絶対入りたいなとかね。あと最近流行りのだと、ああいうのはありますよね、こう仰いでくれるやつ、老流ですね、老流、食い気味、食い気味に来てますね、なんかね、老流とか、いいね、はい、なんかそういう重視するところをじゃあ順番に言っていきましょうか。まあ一応お風呂じゃないですけど一応言っていきましょうか。重視、はい、特になしということで、はい、なら順番に言いましょうね、はい、やっぱりスパって、はい、なんか綺麗になる目的の女の人が多いじゃないですか、はい、だから体の中から綺麗にしてもらいたいんで、うん、ご飯とかスムージーとかそういうものも重視したいなと思います。なるほど、その館内で食事が取れたりとか、そうですね、はい、美味しいものが食べれたりとか、そういうのはいいですね、いいなって思います。はい、どうですか。私は、はい、そうですね、サウナとか岩盤浴のなんかお風呂以外のプラスアルファがあるところを結構選んじゃいますね、うんうん、あ、それで汗をかいて、はい、デトックスしてして、はい、大丈夫ですか、そのあの老流とか相当暑いですけど。老流結構大丈夫です。あ、暑いけどアロマも一緒になんか香りでやってくれるところも多いので、うん、それ結構癒される。なるほど、岩盤浴とかもじゃあ大丈夫なんですね。全然大丈夫です。なんか寝ちゃうんですよね、岩盤浴は。
ね。うんって言ってましたけど、本当は寝ないんですね。でもよく行って、私がそう、なんだっけ、重視するところは、はい、あの1日あのゆっくり休めるところ、1日そこで何でもできちゃうみたいなのがすごいいいなって思って、お休みの日によく行くので、はい、そうだからね、寝たりもします。わ、ね、かる、ね、テレビあってね、昼寝できるところみたいなありますよね。ありますね、テレビがあってとかね、いろいろありますよね。そういうところでついこう寝ちゃったりとか、寝ちゃったりとか、ちょっとお嬢様っぽくないとかねありますけれども、はい、そんなところもあるわけです。あ、皆さん健康的ですねとか寝るんですかみたいなところがね、コメントが入ったりしてますけれども寝る寝る寝るね、じゃあそういう感じで皆さん結構お風呂に入ったりするのは一人を除いて大好きという、はい、大好きです。なるほど。一人でお風呂に入るときは何を重視するんですか？私だ、入浴剤入れます。入浴剤、はい、もう温泉じゃなくてもいいこの際そういうことですね。いや、でも温泉は好きなんですよ、はい、うん、温泉は本当に好き。だって温泉行こうよって言ってたよね前。うん、行こう行こう行こうね。温泉は行ってみたい。行ってみたいです。私もそういうみんなと、そういうの、あ、でもみんなって行きたくないんですよ。あー、なるほどね、うん、そんな秘密なんだね、みんなにはちょっと見られたくない見られたくない人とかかな、じゃあ行くとしてじゃあもう本当になんか人里離れたところで一人ポツンと入りたいと。うん、でも癒されたいんでね、はい、矛盾があるな。いや、なんか結構いろんなところあるじゃないですか。例えばあのなんかマッサージとかしてくれるところとかね、マッサージあるいい、はい、行きたい。とはなんかこう、まあサウナみたいなところで水風呂があってすごいさっぱりできるところとかもありますし、いろんなこうサウナの、サウナでスパの楽しみ方っていうのはいろいろあると思うんですけど、今回もかなりいろんなスパが載ってますけど、なんかさっきユネッサンみたいなね話も出てましたけど、ユネッサンもありますね。すごいプールな感じが、はい、そうですね、こちら水着着て入るスパ、あ、いいね、はい、ね、楽しいね、一気じゃん、行きたかった。それにしよう、これね、ここ行こう。水着は大丈夫、水着はいいやろ。なるほど、ね、まあ、なんで、まあ、ありましたね。でもね、あの実はね、いろいろこう見せられないもう気になっちゃうね、ここまで隠されると何かがあるんでしょうね。え、しかもこのクーポン5人までだからさ、4人でいけるね。全員でいけますね、はい、いける、いいね、うん、はい、え、すごくない、これ半額ね。すごい、なんか私はっていう顔してましたけど、うん、4人でとか、ね、いや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 、これ行きたいですね、これは行きたい、うん、プール行きたいって言った、プール行きたい、うん、そうですね、これも1年中ね、こう入れる、すごい、まあ、外もあったりとかして、今ちょうどめちゃイケコラボ温泉なんかやってるからね、すごい、はい、え、なにこれ本当だ、変なね変な音してるよね、これ大丈夫、ね、すごい、こんなのあるんだね、温泉で。そうだね、めちゃイケコラボでなんか変なことをね、ここにもちょっと出てたりしますけど、一番最後のページで皆さんがね、こう作った、すごい、ね、やったりしますけどね、はい、まあじゃあね、機会があれば4人で、はい、温泉なんかもね、はい、行っていただければと思います、はい、その他こうちょっと横浜が見ていただいて気になった記事とか何かありましたでしょうか？気になった記事、はい、なんかカフェの野菜を中心としたなんかカフェ、はい、私最近すごいハマってて、こう野菜中心したカフェ、はい、うん、探してるんですよね。いっぱい今載ってたんで、いっぱい載ってますね。そうですよね、はい、結構神奈川県は多いですもんね、野菜、地場食材とか多いです ね、 そうですよ ね、 なんかね、神奈川県結構いろんなものが取れますからね。そうですよね、結構、はい、お米も取れるし、ね、野菜も結構いっぱい取れるし、横浜駅周辺にも結構こういう野菜のカフェあるんで、はい、特集してほしいです。 ありがとうございますお願いします、ぜひぜひ、はい、お願いします。スムージーとかもね、美味しいのがあったりとかね。そうなんですよ、大好きで最近、はい、いや、もう今せっかく行っていただいたんでね、もうね、横浜オーカーでじゃあ読んでみたい特集、なんかこんな記事見たいなとか、うん、こんなのだったらなんなら私がナビゲートしちゃいましょうみたいな記事を、はい、あ、はい、あった、はい、私食べ放題がなんかお得な食べ放題を常に探してるんですよ、はいはい、食べ物に敏感とかなんかあ、ちょっと思うツボだった、みんなの思うツボなこと言っちゃった、はい、うん、食べ放題特集とかあったら、はい、自分も食べながら、はいね、みんなでレポートしたいね。食べ放題かなりリアクション来てますね。いや、なんかハズは、ね、あの、なになになに、いつも食べ放題の、はい、なんかそういう情報を集めてきて、はい、私とかになんか、そうなんだよね、今日はこれを見つけたよみたいな感じで送ってきて行こうみたいな、うん、食べ放題好きなんですか？
そうですね、食べ放題に結構目がなくて、はい、なんかでもそんな食べれないんですけど、はい、いや嘘だ、なんか自分の考えてるよりは食べれないんですけど、一斉にツッコミ入りましたでもなんか食べ放題ってやる気がなんか湧くじゃないですか。やる気を湧くじゃなんか値段を越すぞみたいな、やる気が湧くじゃないですかって同意を求められてどうしようかと思いましたけど、はい、しかも値段を越そうとしてるんだいつもそうそう、あの得をしようと、あそうだから思ったことない、思ったことない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 、あ元を取ろうとか思ったことない、とにかく肉食べまくってとか、うん、ローストビーフとか食べ放題とか言うとおってなるほど、はい、完全に食いキャラっていうなんか、ね、コメントが入ってきたりしてますけど、ね、はい、食べ放題なんかどうですか、行ったりしますか。ビュッフェはなんか、あのインターコンチネンタルのとかはよく行くんですけど、さすがに言い方がお嬢様ですねだからまずハルトこのなんかちょっと差をつけたっていうか、なんか、ね、違うなって思う、そうなんですよ ね、 ちょっとうまいですよ ね、 そうですね、いやでも本当に行かない、こちらで食べ放題の話です、私はインターコンチネンタルの、私インターコンチネンタルビュッフェよく行く家族でよく行きます。なるほど、さすがね、お金持ちで、ね、はい、うん、行かないはずと、山手のお嬢様、はい、あ、インターコンチネンタルのブッフェ行きます。最近リニューアルされたよね、しましたね、この間までカニが食べ放題だったんですけど、はい、リニューアル、まだリニューアルしてから行けてないんですよ、行ってない、はい、行きたいです、連れてって元がね、元を取ろうとね、そうですね、はずちゃんもお嬢様だよっていう優しい優しいコメントが入ったりしてますけれども、うん、はい、どうですか、食べ放題ブッフェとか興味ありますか。そうですね、はい、なんかよく、まあ、行くんですけど、はい、でも私はすぐもう二口ぐらいで口お腹いっぱいになっちゃったりとかするんで、はい、まあでもそれ以上頑張って食べようと思うんですけど、うん、結構最後らへん辛くなってきちゃって気持ち悪くなっちゃうとかがよくある、みんなみんなそう気持ち悪くなでも頑張る頑張るガッツがねやっぱり、まあ、口はだいぶ少ないですけどね、なんかすっごいお腹空かせていくんですけど、うん、なんか食べた瞬間に何だろう、お腹いっぱいになっちゃうんだよね、もういっぱい、しかもビュッフェって うん、目が、うん、目が疲れちゃう、はい、目が疲れちゃう、はい、おばあちゃんじゃないですか、ね、はい、行ったところで楽しいが終わり、もう、うん、楽しかったみたいな、でもやっぱり、ね、お嬢様としては、ね、スイーツとか、うん、スイーツブッフェとかあるじゃないですか、うん、なんかそういう、まあ、食べ放題、ホテルの食べ放題でひたすらスイーツとかね、うん、スイーツもどうですか。ありますよね、あの、うん、季節の限定でいちごの季節、うん、いちごが好きなんですけど、はい、いちごの季節にいちご の、 いちごのデザートビュッフェとか行きます、はい、いいですね、美味しい、なんかねいちご好きですか。はい、そうですね、なるほど、いいですね、うん、スイーツブッフェとかなんかやっぱりいろんなもの食べたくなりますか。そうですね、うん、すごいいろんなもの、甘いものも好きなので、はい、すごい、うん、すごいいい組み合わせだなと思っていちごと行きます、はい、まあでもね、すごい組み合わせとしてはね、ハナピョン超小食じゃんみたいな、ね、聞かれますけどね、小食ハナピョン、まあハズに比べたら、あそういうことですね、いやいやいや、はい、なんかあのね、あのそれこそさっきのスパなんかで言うと、うん、食べ放題がついてるスパとかあったりしますよね。そうなんだ、ええ最高何それやばいやばい、例えばユネスさんなんかだと、うん、あのお風呂があって飲食店あるじゃないですか、食べるところ、その中にブッフェがあったりとかして、で、ね、休憩できるとかもあれば、もう、で4人で行くにはね、まあ、1人行かないって言うと、うんうん、私は行かないって方々に行きますけど、すごいそれ、富裕層になった気分になれる、すごい贅沢だね、うん、ね、食べ放題 でちょっとお腹いっぱいになってもまた休んでとかね、うん、できますもんね、すごい、1日でどんだけ太るんだろうとか、ね、そんな泳いで泳いで、ね、泳ぐ泳いでカロリーを、ね、消費したりしてね、はい、まあ、あと食べるものということで言うと、ラーメンとか、ね、やっぱり人気の特徴だと、ラーメン好きな人、はい、ちょっと一人遅れましたけど、まあ、ラーメン大好き、ラーメン好きですか。はい、大好きです。お気に入り、実は今回半額ラーメンって企画もやってまして、すごい、半額スパーに続きまして、どこだ、半額ラーメンって企画48ページに載ってたりするんですけど、食べたい、はい、これがね、いい、全部半額になります。いいな、すごいすごい、すごい、なんか好きなラーメンとかありますか。好きなラーメンある人、好きなラーメン、はい、はい、豚骨、豚骨、いいですね、お嬢様らしいですね、はい、なんかバカにされてる、ちょっとシンプルに豚骨、ね、美味しい、大好き、はい、豚骨、やっぱこってり系が、こってり系大好きですね、はい、高田の馬場とかに、はい、
食べに行きますね。あーわざわざラーメン激戦区に、はい、突入してます。なんか横浜とか神奈川でお気に入りのお店とかあったりするんですか？いや神奈川ってあんまり豚骨ないんですよね。豚骨醤油とかになっちゃう。醤油であと家系でちょっと違うんですね、うん、私が好きなのと。なるほど。じゃあもう博多豚骨、博多豚骨ばっかり行ってるんで、横浜駅の近くにはそういうのがあったりするんですけど、横浜駅の近くチェーン店なんで、チェーン店の一蘭だったりとかそういうところには、ね、はい、一人で食べに行ったり。すごいですね。あの仕切られてるじゃないですか。はいはいはい、行きやすいんで。なるほど。そういうところで一人で。そういうところで一人で行きます。なるほど。お嬢様は豚骨を一人で食べる。も行けます。幅が広いんです、はい。インターコンチネンタルも行けますし。あまあたまには庶民の食べ物もね。いやいや食べないといけないですね。まあまあそうですね。庶民のものも食べていかないといけないですからね。はい。他好きなラーメンがある人。はい、はい、そうなんか横浜なんでやっぱり家系ラーメンは、うん、家系ラーメンいいなって思いますね。本格やね、うん、はい、ねやっぱりあの豚骨醤油は美味しいですね。美味しいですかね、うん、はい、美味しい、うん、そうすると豚骨醤油とかやっぱりかなりこってりしてますけど、うん、でも食べますね。でもよくそう、はい、ファンの方にも、はい、なんか山手は食べないでしょみたいなこと言われるんですけど、はい、食べます。実は食べる。実は食べます。実は食べるね、うん、庶民派お嬢様というね、コメントは期待してますけれども、はい、はい、他にお気に入りラーメンのある人。さっき言った六角屋です。六角屋さん、うん、はい、はい、家系のね、まさに人気店ですけれども。そうですね、なんか、はい、兄に連れてってもらって、うんうんうん、すごい美味しかったんですよね、はい、なんだろう、その普通にコンビニでも売ってません？あ、カップ麺みたいなのありますね。ありますよね、はい、なんかどうしても食べたくなった時とか、隣の、はい、コンビニに売ってたりとか。コンビニで買ったりとか、はい、やっぱり一人が好きなんですね。そういう意味でもね、外に行くっていうよりは一人で。確かに、ね、確かに徹底してるね、なんかすごいわ。確かにそうですね、うん、なんかね、うん、カップ麺の話は、まあ、まあ、なんかそういう話が来てますけれども、はい、はい、はい、でもね、そういうのもね、うん、ラーメン食べ放題とかあんまないみたいですけどね。あ、はい、伸びちゃうね。あと私猫舌なんですよ。あ、猫舌、はい、だからラーメンはそんなに。でも冬に無性に食べたくなるんで、はい、まあそんな感じですかね。そんな感じですか、はい、これ見て勉強したいです、はい、半額なので替え玉とかもあったりしますけど。あ、でも、あの猫舌なそんなに食べれないわけですね。麺あんまりあれなんですよね、食べれないんですよね。量があんまり食べない。はい、あ、そうなんですよ。さっき食べ放題の話してたよ、ね、私だから。パンなら食べれます。パン食べ放題。は、はい、うん、パン食べ放題なら行く。行きます。あ、かなりこだわりがね、いろいろ終わりになるようなので ね、なんかね、はい、他なんかこう気になった特集とかあったりしましたか？記事読んでもらって。なんかいろんな特集、毎月あの宝塚、うん、はい、歌劇団さんのページがあ、ありがとうございます、読んでいただいてて、はい、私大好きなので宝塚が、はい、あ、そうですか。そう、毎月チェックします。ありがとうございます、はい、見に行ったりとかもするんですか？そうですね、でも最近はあのライブがいつ入るか分からないんで見に行けてないんですけど、うん、はい、お家で DVD を見ます。おー、はい、それはあの自分のパフォーマンスの参考にもなったりしながら。そうですね、あ、やっぱり素敵だなって思って、こうなれたらいいなって思います。なるほど、目指せ宝塚という。はい、そうですね、はい、うん、すごいね、お客さんもたくさんいてね、なんかね、はい、うん、なんかやっぱ猫舌なんだと。パンっていうの随分ねリアクションが来てますけれどね。なんかみんな私に突っ込みすぎじゃない？多いですね、はい、うん、ひたすら来てますね。猫舌なんだ、ラーメン食べ放題ならとかなんか書いてますね。あと気になった特集とか記事とか、こんなのやってほしいとか、これをなぜやってくれないのみたいな、もしあったら。前のやつの野毛のやつ前やってましたね、野毛特集。野毛特集ありましたね、うん、またやってほしいですね、あれ。あ、すごい面白かった。渋いですね。いや、私行ったことなくて、まだ野毛に。あ、そうなんですか。そうなんです、あれ読んでもう楽しくて、はい、ずっと行きたいんですけど、はい、あ、本当だ、これはだいぶお嬢様らしからぬ ね、 なんか ね、 ね、そんな庶民のエリアに行っていいんでしょうか。庶民なんですかね、なんかすごい人との関わりがいっぱいありそうだなっていうのを記事から分かったんで、はい、そうですね、楽しそうだなって、人と話すのすごい好きなんで、はい、うん、結構ね、こうお店の人とねコミュニケーションしながらね食べれたりとかっていうのがあったりするんでね、そういうとこありますけどね。あ、それはでもだいぶマニアックな感じですね。はい、たいな。あと気になったところとか、あとこれ
はちょっととかいうのもあって、あるいは私このコーナーだったら私を出してくださいとか売り込みでありましたらね、ファッションだったら負けてませんとか、お散歩お散歩ね、これ見て思った、ね、お散歩、お散歩大好きなんで私お散歩、はい、よく歩いて、はい、横浜を歩いて、ね、本当に中華街から横浜駅まで歩くんで、もう港未来線を端から端まで歩いてます。おそうなんですね、みんな歩くよね、みんな歩く、みんなで、あれみんな歩くの好きなんですね、はい、それは唯一共通のネタですね。なんかね、混ざれてね、混ざれたね。歩くのが好きだというね。はい。はい、好きです、歩きながらいろんなお店見つけたりとかするのがすごい好き。でもこれからもね、暑さもこれから和らいでいけばね、だいぶいいと思います。山手の歩行距離はおかしい。どこでも歩くからね。本当によく歩くよね。でもね、山手の丘に登るのも結構大変ですよね。でもね、大変かも。もうだいぶ足腰が鍛えられそうなぐらい急な坂ですけれども、全然登りますけどね、はい、あ、じゃあみんな結構それで歩いていろいろ移動したりとか、それはなんか特徴的ですね、山手一番館のね、そうです、はい、歩きながら横浜を楽しむ、なるほど、じゃあこうこれからまだ行ったことないけどこれから行きたいとか、ちょっとこういうところに興味があるみたいなところで、なんか横浜でありますか、はい、山手十番館っていうお店あるじゃないですか、うん、私、ね、通ったんですよこの間、通って一人だったんでちょっと入るか迷って、はい、まだ入れてないですね、なるほど、こういう歴史のある建物がやっぱ横浜って多いんで、うん、そうですね、まさにね山手十番館っていうね、そうですね、9違う、あと9頑張れば、あと9頑張れば十番館なれるんで、あれですか、これってなんか来年2周年の時には2番館になっていくとか、そういうあ、そういうシステムはないですね、ずっと1番館ではやる、1番館ですね、そうです、そういうシステムは全然ないです、来年ぐらい来てもらったら来年から3番館ですね、あ、そうないですね、そういうのはないですね、そうなんですね、じゃあ10番館になるのにあと9年とかそういうことではないです、ないですね、そういう何年ならじゃないんで、わかりました、いやまあそういうね、あの歴史あるところは横浜いっぱいあるんで、うん、はい、ね、そういうところ行ってみたいということで、はい、なんかありますかリーダー、え、ちょっと待って、さっきから、はい、考えてなかったね、この、ね、ね、はい、このページばっか見てました、はい、これディズニー、ディズニーね、はい、横浜じゃないですけど、ね、まあでもすごく人気のあるね、うん、特集連載で、うん、よくやってますよね、そうですね、はい、あの迷子、あの東京ディズニーリゾート記事は入れてるんですけど、うんうん、まあいよいよもうね、こんな暑い暑いとか言ってて今日も暑かったですけど、もうハロウィンですよ、早っ、再来週からもうハロウィンですよ、はい、早い、夏が終わっちゃいますよもうね、やだ、はい、やだね、夏にやり残したこととか何かありますか、いっぱいある、海行ってない、海行ってないね、行った、うん、ねって言っても違うな、行ってない、海も行ってないし、プールも行ってないし、フェスも行ってないし、フェスも行ってない、はい、もうちょっとありますよ、もうちょっとあと何日ですか、8月はあと1週間ぐらいありますよ、無理、1週間台風来てるしそうだ台風、ね、そうだ台風にね、夏こうね、例えばスケジュール空いて時間あったらこんなこと最後の夏しておきたいみたいな、なんかありますか、夏の思い出作りに、あ、1個あげるとしたら関係なくても平気ですか、シメントですか、全然いいですよ、あ、川遊びしたいです、川遊び、なるほどやめた方がいいよ、え、なんでですか、え、お、大丈夫ですかね、あの溺れたり大丈夫、まあそれ大丈夫です、大丈夫大丈夫、はい、安全なところでねでもさっき山登り あのページを開いてくれている人いましたけれども、はい、今年実は9月に出るんですけど、この山登り本が、はい、これはね、渓谷とか海辺のハイキングっていうのを入れたりしてるんですね、はい、だからこれだと川沿いを、まあ、歩くということで、うん、川沿いのハイキングっていうのを結構やったりしてますね、うん、まあ、川のせせらぎが聞こえたりとかするとね、やっぱ気持ちいいですし、いいですね、そういうハイキングもやったりしてますんで、はい、うん、すごい青い川とかありますよね、確かブルーの色した、名前なんでしたっけ、詳しいですね、そうですね、神奈川の、はい、さすが詳しいですね名前忘れちゃったんですけど、そこ、はい、ずっと行きたいんですよね、有心渓谷、あ、それです、ね、それです、はい、それです、それに行きたいんです、私は盛り上がってますけれども、はい、有心渓谷っていう、まあ、この本にも載ってるんですけれども、有心渓谷という、まあ、有名なとか最近 SNS とかですごく有名になっている、ね、有心ブルーって言われているような、すっごくブルーの綺麗な、まさに皆さんのイメージカラーとぴったりな感じの有心ブルーというところが見れるのが有心渓谷というのがあるんですけれども、まあそれが非常に最近話題で、でこの本にも載っ
やった、見よう、うん、でもこれはねぜひね、こうなんかヒット祈願とかでねちょっと行っていただくとかね、確かに、ね、キモいね、やっぱり青つながりでね、うん、はい、皆さんねベイスターズファンということでね、はい、はい、じゃあベイスターズの好きな選手を一人ずつ言ってもらおうかなと思ったら、みんな目をそらしたんで、まあやめときましょうという感じですね。はい、山一ウォーキンググループだしというようなね、来てました。ダイエットにもなるしと書いてたりしますね。はい、コメント入ってますね。はい、まあそんなこんなで、そのねヒット祈願なんて話もしましたけど、実はここにずっと飾ってありますけれども、はい、こちらが発売されたばかり。そうなんですよ、はい、ちょっと紹介なんかもしていただけますでしょうか。はい、はい、これは山手一番館のセカンドシングル、はい、セカンドシングル異邦人風の中の少年です。はい、これはいつ、これはいつ発売になったものですかね。これ21日、うん、8月の21日、はい、本当に発売になったばっかり。そう、はい、そうなんです。そうなんですね。これはあの、はい、まあ、この新曲発表してから結構経ってしまったんですが、はい、やっと待望の発売で、はい、中にはメンバーのブロマイドがランダムで入ってたりとかして、はい、あとはね海猫部長っていう山手一番館のキャラクターがいるんですけど、うん、はいはい、なんか猫あれ何あれ何あれなんかうちらが失敗をすると出てくるんですよ海猫部長が。それはなんか実物でいるんですか、ぬいぐるみみたいなのが。いやキャラクターでなんかあの、はい、うん、なんか出てく映像とかに出てきたりとかして、なるほど、怒られるんで、うん、そうそうそう指摘されちゃう。そうそう、それのが、はい、メンバーのブロマイドの他に海猫部長のもあって、はい、でそれがなんか、はい、チェキが無料になるんです。そう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 、当たりなんですね。当たりなんですよ実は、うん、なんかそれも不思議なもんですね。なんかメンバーじゃないのよその人の当たりと。そうです、そうなんですよ。なるほどね。あ、最高と、妖人風の中の少年最高というようなコメントも入ってますけど、ありがとうございます。まあそんな、ね、曲もありながらいろいろライブ活動とかもしていったりしますけれども、はいはい、でなんかさ一番初めになんか1期生2期生みたいなお話伺いましたけど、はい、なんか実は今3期生まで募集中だみたいな。そうですね、はい、うん、そうなんです。そうなると今後メンバー増える可能性あり。あり、あり、うん、あり。なるほど、どうですかメンバーの気持ちとしては。3期生ゼロでもいいやみたいななんか思ってたりしないですか。なんかゼロの可能性もあるかもしんない。かもしれないね。ねえねえねえ、うん、ね、どうなるかな。でもなんか新しいメンバーが入ってきてまた新しい一番館になるのも、うん、ね、可能性もあるかもしれないし、うん、はい、ね、みんな今同い年だからね。そうだね、はい、うん、これから全員今同い年。そうなんです。なるほど、はい、年が同じなんですよ、はい、うん、そうするともしかしてすごい年上の人が入ってきちゃった。どうしたらいいんですかね。なんかすごい年下の人が入ってきちゃったりとか、うん、それもあるかもしれない、ね、可愛がりますね、うん、可愛がる、怖いですね。可愛がっちゃうわけですね、うん、可愛がっちゃう、ね、どんな子がね、うん、来てくれるのか、うん、じゃあこちらも今絶賛募集中ということで、はい、あのこれはなんか皆さん自身が審査員をやったりとかそういう感じなんですかね。いや、させてもらえないんじゃないですか。はい、多分気づいた時には3期生が増えてると。2期生もそうだったんで。あ、そうなんです、ね、うん、いきなり私レッスン場に行ったんで、はい、そんな感じで、ね、びっくりしたやつね。そうそうそう、こんにちはみたいな。一期生としてはどうですか。そのいやだって私は普通にレッスンだと思っていって、はい、なんかそしたらなんか知らない子いて、うん、誰ですかって感じ。誰ですかって誰ですかだったわけですね。うん、ね、うん、そう。まあそんな感じで、でもね、こう1期生2期生でね、今コミュニケーションが取れて、ね、楽しいグループとしてやってるので、うん、今後どうなるかはね、わからないですけれども、はい、まあ、3期生も募集中というようなことであったりします、はい、まあいろいろなんか曲なんかもあったりするんですけど、はい、なんか実は今日ちょっとなんなら1曲歌っていただけるんではないかというような話をしたんですけれども、はいはいはい、もし可能でしたら、はい、ぜひぜひお願いします。1曲お願いできればと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、あいろいろなんかね、応募しなきゃ東京都男性みたいな。はい、女性でお願いします。女性ね、これは女性限定で。そうですね、さすがに衣装が、うん、お嬢様限定ということで、ね、はい、ね、本当に可愛がりそうみたいなのがあったりしますけれども、はい、うん、ではあの今日は特別に1曲歌っていただけるので、はい、ちょっとステージの方セッティングしたいと思います、はい、ちょっとお待ちください。はい、
イエーイ。はい、山手一番館で潮風ダイアリーです。
ありがとうございました。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか。いや、なんかもう振りもね、このイメージにぴったりの感じで、はい、はい、4人らしい感じになってましたけれども、あー、いっぱい来てますね。わお、やった、ありがとうございます。ちいちゃん、ちいちゃん、ちいちゃん、はい、ちいちゃんいっぱい来てる。ちいちゃんが一番感だよ。あ、大丈夫、これは。あ、分かった。はい、はずちゃんが食いしん坊だよ。何言ってんの。同一人物かな。同じ人かな。サイの国から来たはずき、来てますね。山手、山手、山手、いっぱい来てますね。ありがとうございます、本当に。はい、盛り上げていただいて、はい。でも、またこういった曲を引き下げてイベントだったりとかも今後も積極的に出ていかれるということで、はいはい、あ、気づいたらこう並びが変わってましたね。あれあれと思っちゃいましたね。引き下がりだね。はいはい、まあまあ、並びが変わってましたけれども、はい、でも今後もなんかイベント等には出ていくということで、何かもし告知とかそのあたりがあれば、今3期生募集中です。他に、はい、はい、私が一番痛いのはあれだから、どうぞ。さっき、じゃあ次、はい、次のライブが8月27日の秋葉原16さんで12時会場です。でスタートが多分12時半です。はい、はい、まあ、詳しくははい、オフィシャルホームページ見てくださいということで、はい、お願いします。はい、お願いします。あといいですか。はい、28日に、はい、いつもやっている館内のリセットカフェさんで私の生誕祭があります。生誕祭、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。生誕祭ありがとうございます。まあ、本当の誕生日は明日なんですけど。明日、あ、それは誕生日イブに申し訳ないですとんでもないです。はい、はい、盛り上がる生誕祭にするので、はい、皆さん来てください、お願いします。なんかいろいろ楽しいイベントがあるわけですね、うん、生誕祭ならではの、はいはいはい、そうですね。どんなご予定が、まだ全部秘密ですか。あー、なんか、なんだろう、なんかちいちゃんがメインなのでいろんな企画をちいちゃんが考えてるんですよ、はい、なのでね、うん、まあ内緒、うん、内緒にします。内緒、はい、内緒、わかりました、はい、じゃあいろいろ誕生日ケーキにこう顔をアンってやられたりとかいろいろあるわけですね。なんでそれなしにしよう。いいこと聞きます。あれ、他のメンバーの生誕祭なんかでどういうなんかやったりするんですか。私が今まで生誕祭1回目だったんですけど、はい、5月にやりました。はい、はいはい、どんな感じのどんな感じ、なんかいつもはリセットカフェさんでやるんですけど、はい、その時は和室みたいなところでやりました、うん、和室はい、和室、それはイメージに合わせてみたいな。いや、リセットそうですね、うん、古民家でもでキャッチフレーズが浜の大和なでしこなんで、はい、なるほど、はい、それで和の雰囲気で、ね、うん、そうでしたよ、多分よかったなんかそれもなんか特別ななんか、はい、歌があったりとか、なんかいろいろ、そうですね、なんか自分だけのステージみたいなのがあって歌を歌いました、はいはい、なるほど、はい、じゃあきっと今回の生誕祭もちいちゃんの生誕祭めっちゃ楽しみだよというのが来てたりしますけど、ありがとうございます。はい、いろいろじゃあ思考を凝らした感じの、うん、はい、あるわけですね、はい、サプライズがあるわけですね。あんまなんかどんどんねハードルがガンガンハードル上げておきましょうか、ね、はい、じゃあ皆さんお楽しみにということで、はい、まあ、その、はい、チケットなんかもじゃあホームページを見ていただければ上がる感じになっていますね。はい、わ、はい、かりました。はい、ということで、なんだかんだと1時間近く お送りしてまいりましたけれども、はい、うん、もうあと5、6分ぐらいで終了な感じになってまいりました、うん、早いですね。はい、皆様どうでしたか、初めての横浜岡、うん、つべ大学ニコ生ですけれども、うん、はい、
楽しかったです。毎月見てるんで、横浜大岡楽しみに見てるんで、それに誘ってもらったのは本当に嬉しかったです、はい、ありがとうございます。もう優等生なコメントで楽しかったです、はい、楽しかったなと思って。でもなんか優等生だけど実は腹黒みたいな。腹黒ではないんですよ。腹黒ではない。腹黒こっちなんで。違う。パンダがいるんです。違う。毒舌なの。腹黒は違うんです。なるほど、はい、なるほど。心は綺麗です。なるほど。まあ、その言うことは言うことはっきり言うけど、心は違ってる。なるほど。そこはちょっと違うということですね、うん、なんで私が腹黒になったのかがわかんないんです。そうですよね。日々の行いかな。怖い怖い怖い、はい、何もやってない。ハードルが上がっていくみたいなのがね書かれてますけど、きっと生誕祭のハードルも上がってると思いますよね。ね、これはめっちゃ楽しいことになりそうですけど。めっちゃ楽しいですよ。はい、ことになりそうな、ね、予感がしますけれどもね。どうですか皆さん、他なんか感想とかもしありましたら。あ、なんか半額っていうのが個人的にすごい心にきて、はい、いやもう駆使しますよ、スパを全部、はい、スパを全部、はい、全部いっちゃおうかぐらいの感じでね。いきます、いきます。66ありますけどね、はい、じゃあ2ヶ月ぐらいはねスパ生活ね。もうお金が1日2つずつぐらいいけるぐらいのね、うん、感じですけれども。あ、有効期限ありますか。有効期限は9月いっぱいです。お、はい、お頑張らない、はい、れ1日2ついけばなんとかなるかもしれないですね。はい、なるほどね。箱根とかだいぶ遠いところもありますけど大丈夫です。そうですね、なんか電車賃があれですね、はい、半額でも。そうです、ね、いいじゃん、箱根行きたい。箱根とかね、箱根は行きたいな、うん、ね。ここでね、全然日帰りでも行けますしね。はい、まあ、今回 あの半額券を使ってもらっていけばね、あの、うん、その分楽しめると思いますので、うん、はい、その分食べ放題にお金使ったりもね、うん、あ、そうですね、かもしれないですね。うまく利用していただければ、させていただきます、はい、ぜひそういうところも使っていただいて、まあ、あと横浜かいろいろ見ていただいて、はい、なんか楽しんでいただければと思います。まあ、地元の、ね、アイドルなので、はい、何かコラボレーションできることがありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあせっかくなんでリーダーにまとめてもらいましょうか。やったー。はい、皆さん横浜ウォーカー読んでいるでしょうか。ちょっと待ってくださいね。始まりみたいな。ね、また始まるのかな。ここからさらに1時間みたいな、ね。はい、はい、横浜ウォーカーも山手一番館のこともどうぞこれからもよろしくお願いいたします。どうでしょう。いいんじゃないですかね。早速買いますと、ね、よかったよかった、入ったりしていますので、はい、こんな感じで、はい、じゃあ、ま、とリーダー大丈夫ですか、まとめとしては。はい、はい、OK、 私は OK、 私は OK、 はい、大丈夫、生誕祭の話とかしてもらって大丈夫ですか。え、さっきさせてもらったんですけど、いいんですか、こんなグイ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 。はい、まあ、喋るたびにハードルが上がっていきますけど、どうぞ。はい、生誕祭の予約、はい、まだまだ待ってるので、なんだろう、まあ、一つ言うと、私頑張って一人でちょっとソロステージがあったりするので、なんだろう、ハードルは上げないでほしいんですけど、はい、でも頑張るので、ぜひね、ぜひぜひ来てください、お願いします。はい、まだまだチケット手に入れますので、はい、ということで、はい、はい、行っていただければと思います。はい、じゃあ、なんとなく1時間ぐらいあっという間に過ぎてしまいましたけれども、はい、はい、そろそろこの辺で終了な感じですかね、と周りを見渡したりとかしてね、はい、な感じですかね。はい、ということで今日は1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。一番館の4人の方でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。横浜大岡ゼミ、また来月もお送りしますのでまた見てください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。ごきげんよう。ごきげんよう。お嬢様らしい締めの言葉でしたなんかね。ごきげんよう。あ、アメーバがまだあるね。あ、そうそうそう、アメーバもあるんですよこれ。今日ニコ生はなんとなくこれで生中継終了ですけど、明日、あ、そうです、明日またアメーバの方で、うん、はい、あ、え、あ、アベマ TV の方ですいません、アベマ TV の方で、来明日の夜ですね、はい、こちらもまた配信させていただきますので、そちらもまた合わせて見ていただけるとより楽しいんじゃないかと思いますので、はいはい、お願いします。はい、そちらの方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。